本の内容を2時間にまとめるから変わるところもあるけど、映画は映画なりの工夫があったりして面白くなるパターンも結構あるよ。原作と比べてみるのも面白いかもね。関係者ですか？僕原作者。みんな普通に喋れるの五十嵐元春先生だよ。どっちも好きだよ。あ、そんな、めっそうもない。薄くていい人だったな。